皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。才能には遺伝が関わっていること、収入にも遺伝が関わっていること、才能に気づき育てるには経験と教育が必要であること、学校は遺伝的な能力の個人差を経済化させるところだということ、でもこの世の中は学力が全てではないこと、才能のないところで努力しても無駄だということ、皆さんお気づきの通り、人生というのは遺伝と環境で大きく決められてしまっています。しかし皆さんが薄々当たり前と感じながら、それに科学的根拠があることをあまり知らされていない、なんとなくの感覚で才能ってあるよなとか、遺伝だからとか言ってしまう。だからこそそれが本当に科学的に当たり前であることを伝えたい、そんな思いで書かれた本を今日は紹介したいと思います。本日紹介する本は、日本人の9割が知らない遺伝の真実、行動遺伝学という見えにくい能力や性格への遺伝の影響を明らかにする科学によって分かってきた真実を分かりやすく解説してくれている本書は、私たち自身の生き方や社会の在り方についての理解を深め、考えさせてくれるような、そんな内容になっています。著者の安藤樹光さんは前書きでこう言っています。世界はしばしば厳しくて理不尽だけれど、案外捨てたものではありません。人は幸福になるようにデザインされているわけではないけれど、現実には幸福を感じて生きている人もたくさんいる。それは遺伝的才能を生かす道がこの社会に潜んでいるから。ぜひまず現実を、そして事実を知り、その上で自分の人生がより幸せになる方法を探っていきましょう。本日お伝えする内容は以下の3つです。第1章、遺伝の影響をどのように調べるのか。第2章、勉強するのは無駄か。第3章、かけっこの国。ぜひ最後まで楽しんで聞いてもらえたらと思います。それでは参りましょう。第1章、遺伝の影響をどのように調べるのか。運動能力や体格といったことからについては、遺伝の影響があることを受け入れている私たちですが、知能や性格といった心について論じようとすると、途端にややこしい問題に直面することになります。なぜなら、知能は遺伝するなんていうふうに言われたら、多くの人は親の頭が良くないと子供は勉強しても無駄なのかと感じて、心穏やかではいられないでしょうし、逆にね、一部の賢い人っていうのは強い優越感を持つかもしれません。人間は生まれながらにして平等であり、全ての才能は環境によって決定されるという考え方は、とても魅力的で美しく聞こえます。反対に、知能や才能は遺伝するという発言は、遺伝的な優劣によって人間を差別しようとしているヒトラー的な考え方とも捉えられ、嫌悪されるわけです。知能や才能が遺伝するなら、親がバカなら勉強しても無駄、遺伝の影響は一生変わらない、才能は遺伝で全て決まってしまう、そう考えてしまう人もいるでしょう。しかし、決してそういうことではないんです。知能や才能が遺伝するということは、遺伝的な差異によって人を差別するためのものではありませんし、人の才能が全て遺伝で決まる、そういうふうに言っているわけではありません。私たちは見えにくい能力や性格への遺伝の影響を明らかにする科学である行動遺伝学が導き出した知見と、どうやって付き合っていくべきなのか、それを考えなくてはならない時期に来ているんです。そして考えるためには、まずそれについて知る必要があります。と、ここまで説明してきたんですが、そもそもね、知能って何なのとか、性格って何なのっていう疑問があると思うんです。だって、そもそもね、知能が何なのか、性格が何なのかっていうところをしっかりと定義付けして、測定できるようにしないと、研究で知能が遺伝するとか、性格が遺伝するということが言えないからなんですね。感覚で、なんとなく性格似てるなとか、賢い人の子供はやっぱり賢いな程度の話では、研究と呼べないんですよね。測定しやすそうな知能に関しても、例えば数学的な知能なのか、それとも言語的な知能なのか、そういったものをまとめた一般的な知能というものを考えるのか、それとも IQ という数値なのか、何を測定するのかによって知能の高い低いっていうのは変わってきてしまいますよね。
そこで知能とは何なのか、性格とは何なのかについて、その歴史も踏まえて本書では分かりやすく解説してくれているんですが、残念ながらね、それをここで全て紹介していると本日の動画がそれだけで終わってしまいますので、興味がある方は本書を買って読んでいただくとして、ここから先はある程度客観的に知能や性格を計測する手段があるという前提で話を進めさせていただきたいと思います。知能や性格を計測する手段がある場合に、遺伝の影響と環境の影響を調べるために、あと必要なのは、どうやってあなたの知能や性格を遺伝の影響と考えるのかということなんですね。つまり人間というのは一人一人違う遺伝子を持ち、違った環境で育っているために、環境が良かったから年収が高いとか、いい遺伝子を持っているから年収が高いとか、一概に言えないんですね。しかしね、これを可能にするものが一つあるんです。それは遺伝子が全く同一の一卵性双生児のデータを調べるという方法です。それが双生児法。双生児法の基本的なアイデアはとてもシンプルで、一卵性双生児と二卵性双生児の類似性を比較するというものです。一卵性双生児は同じ一つの受精卵から生まれた双生児であり、遺伝子まで完全に同一の、いわば天然のクローン人間というふうに呼ぶことができます。一方、二卵性双生児は2つの受精卵から生まれた双生児で、遺伝子レベルでは普通の兄弟と同じ程度に似ています。ですから一卵性のようによく似ている二卵性もいれば、同じ親から生まれたとは思えないぐらい違っている二卵性もいるんです。もちろん性別が異なるっていうこともあります。二卵性双生児や普通の兄弟の場合、お互いに共有している遺伝子は半分程度。つまり二卵性双生児や兄弟の遺伝的類似性っていうのは約 50% ということになります。遺伝子が 100% 同じ一卵性双生児と 50% 類似している二卵性双生児、同じ環境で育った一卵性双生児と二卵性双生児の類似性を比べて、もしね、一卵性双生児の方がより似ているのであれば、それは遺伝の影響によるものだと考えることができるんですね。類似性を比較するといっても、一組や二組の双生児を比べたところで、統計的に意味のあるデータは得られません。一卵性双生児であっても、お互いにあまりよく似ていないペアもあれば、非常に似ている二卵性双生児もいるでしょう。重要なのは、全体的な傾向としてどれくらい類似性があるのか調べることなんです。そのため双生児法の研究では、できる限り多くの被験者に参加していただき行われているんですね。そして得られた数多くのデータから遺伝の影響がどの程度かを調べていくんです。第2章、勉強するのは無駄か。さて、第1章で双生児法という形で実験を行い、遺伝の影響があるのかないのかを調べるというところまでは理解していただけたんじゃないかなというふうに思っています。それでは早速、知能は遺伝するのかというところについて述べていきたいと思うんですが、そもそもね、遺伝の影響%みたいなのを見た時に思いませんか？その%ってどうやって導き出してんのというふうに思うんですよ、僕は。なのでそこの部分をね、説明しつつ本題に入っていきたいと思います。遺伝の影響に関しては、相関係数というものを使って調べます。年齢のように完璧に一致していて、兄弟の数値が全く同じなら相関係数は1となり、全く相関がない状態が相関係数0ということになります。つまり相関係数の値が1に近いほど似ている、0に近いほど似ていないということなんですね。例えば指紋の線の数の相関係数を調べると、一卵性双生児の相関係数は 0.98、 二卵性双生児は 0.49 です。これは先ほど説明した遺伝の話からして納得の数値だと思います。遺伝子が 100% 同じ一卵性双生児と 50% 類似している二卵性双生児だからこそ、指紋の線の数も一卵性双生児ではほぼ完全に一致し、二卵性双生児だと 50% ほど似ているということなんですね。この指紋の線の数の例をよーく覚えておいてほしいんです。よくある勘違いとして、相関係数の値が高いから遺伝の影響が大きいと勘違いされている人もいますが、そうではなく、遺伝子が 100% 同じ一卵性双生児の場合に相関係数が1になり、 50% 類似している二卵性双生児の場合に相関係数が 0.5 になるという関係、つまりこの関係がね、2対1になっている時に遺伝の影響が大きいと言えるんです。
年齢の場合全く遺伝の影響がありませんが、それでも双子なら完全に一致しますよね。だからこそ一卵性双生児の場合調べると相関係数が1になります。しかし二卵性双生児の場合も年齢は一致しているので相関係数が1となってしまうんですね。つまりこのようにね、1対1になっているということは遺伝の影響がないというふうに言えるんですね。逆に二卵性双生児の割合が高くなった場合は環境の影響が大きいというふうに言うことができます。遺伝子が 100% 同じ一卵性双生児と 50% 類似している二卵性双生児で相関係数に差がない場合、兄弟がね、同じ環境で育っているということが影響していると考えられるからなんですね。さてちょっと難しかったですが、ここまでをね理解していただいて、遺伝の影響が大きいとされているものを説明していきましょう。遺伝の影響が大きい例として、まずは体重が挙げられます。体重についての一卵性双生児の相関係数は 0.9、 そして二卵性双生児は 0.46、 一卵性双生児の相関係数は指紋の線に比べると低くなっており、遺伝以外の影響がより大きく働いていることが示唆されていますが、一卵性双生児とね、二卵性双生児の相関係数の比率っていうのは指紋の線の数と同じく、ほぼね2対1になってますよね。 0.9 と 0.46 なんで。つまり体重についても兄弟間の類似性は遺伝でほぼ説明できてしまうということなんです。こう聞くとね、一緒に暮らしているんだから食事内容も同じだし、食習慣も似通っているはず、だから体重似てるんじゃないと思われるかもしれません。その通りなんですが、似たようなね食習慣を持っているということ自体が遺伝の影響であると行動遺伝学では考えるんですね。もし遺伝以外の影響が働いているのだとしたら、一卵性双生児と二卵性双生児の相関係数の比は2対1ではなく、もっとね二卵性双生児の相関係数が高くなっているはずなんです。つまりあなたが夜中にポテトチップスをパクパク食べてしまうというのは、生活習慣が悪いとか意志力がないとか自己管理能力が低いとか様々な原因があると思うんですが、そういったものもひっくるめて遺伝だということなんですね。生活習慣が悪くなりやすく、意志力が低く、自己管理能力が低いという遺伝によって、あなたは深夜にポテトチップスをパクパク食べてしまっているということが言えるということなんですね。そしてホルモンの分泌量も遺伝した結果、太りやすい体質でさらに太ってしまうということもあるわけです。ではね、 IQ はどうでしょうか。 IQ の相関係数は青年期の値でいうと、一卵性双生児で 0.73、 二卵性双生児で 0.46 です。一卵性双生児の相関係数が二卵性双生児よりもずっと高いことから、遺伝の影響が働いているっていうことはわかりますが、相関係数の比は2対1ではありませんよね。もし IQ の類似性が遺伝だけで説明できるのであれば、二卵性双生児の相関係数は 0.73 の半分の 0.36 程度になっているはずです。にもかかわらず、二卵性双生児の相関係数は 0.46 とやや大きいということはですよ、遺伝の影響以外によりね似させようとする何らかの影響があると考えるのが妥当ということになります。行動遺伝学においては遺伝以外の影響とは環境のことなんですね。そして兄弟をねより似させようとする環境、このことを共有環境と言います。例えば同じ塾に通わせたり、同じ体験をすることによって IQ というのは多少似てきてしまうわけです。つまり IQ にはこういった共有環境の影響があると言えるわけです。逆に兄弟を異ならせるようにする環境、このことを非共有環境と言います。これが遺伝も共有環境も同じ一卵性双生児でも似ていない理由なんです。同じ遺伝子を持ち、同じ場所で育っても似ていない、似させないようにする要因がこの非共有環境というものなんですね。例えば IQ においては一卵性双生児で 0.73 ですが、本来一緒に育てられた一卵性双生児というのは同じ遺伝子を持ち、同じ場所で育っているために、どんなことを計測しても相関係数というのは1にねかなり近くなるはずなんです。しかしね、 0.73 と1から少し離れた数値になってしまっているのは、似させないようにする要因であるこの非共有環境というものが働いているということなんですね。例えば一方だけが病気にかかったとか、一方だけがクラスにいじめっ子がいたとか、一方のクラスがいい担任の先生に当たったなどなど、いろんなものがね非共有環境なんです。指紋の線の数では一卵性双生児の相関係数は 0.98、 二卵性双生児は 0.49 だったので、ほとんどが遺伝によって説明され、わずかな非共有環境の影響によって微妙な差が生じていると考えられます。体重の場合も一卵性双生児の相関係数が 0.9、 二卵性双生児が 0.46 だったので、
直感に反して一緒に過ごしているといった共有環境の影響は全くなく、遺伝と非共有環境の影響で説明されるわけです。共有環境の影響が大きい場合には二卵性双生児の値がもっと大きくなるはずなんですね。そしてこの遺伝と共有環境と非共有環境がどのくらい影響を与えているか、つまり寄与率と呼ばれるものなんですが、この寄与率と呼ばれるものはこの一卵性双生児と二卵性双生児の相関係数から簡単な計算で出すことができるんです。動画なんで計算式は省きますが、例えば青年期の IQ の個人差っていうのは遺伝 54%、 共有環境 19%、 非共有環境 27% によって作られているということが、 IQ の相関係数、この一卵性双生児が 0.73、 二卵性双生児が 0.46 という数値からわかるんですね。同じようにして指紋だと遺伝率が 98%、 共有環境は0、非共有環境が 2% となり、体重だと遺伝率は 88%、 共有環境が 2%、 非共有環境が 10% という風になります。このように数値で見ると体重は遺伝によるものが大きいということがよくわかりますよね。その他、一般知能はおおむね5割以上が遺伝の影響で説明され、共有環境の影響もあることがわかっています。そして遺伝の影響力は成長とともに徐々に上がることも分かっているんですね。普通ね、長く生きていたらそれだけ環境の影響っていうのが大きくなりそうな気がするのに、実際は逆なんですね。環境にさらされる時間が長くなれば長くなるほど、逆に遺伝的素質が炙り出されてきてしまうようなんです。学業成績も遺伝の影響が 50% 以上あり、一般知能と同様に共有環境の影響も見られています。つまりですね、学力や知能っていうのは遺伝的な影響力が大きいわけですがね、そうなると勉強することっていうのは無駄なんでしょうか？遺伝でほとんどが決まってしまうのなら、勉強してもできない人はできないんだから、勉強しても無駄なんでしょうか？著者は違うと言うんですね。そもそもですが、私たちがこの世界に生きていく以上、知識というのは社会的生活を営む上で絶対に必要であり、遺伝的な影響力が大きいとしても勉強することは無駄ではないんだと。そして誰であっても最低限の知識は生きていく上で必要なんだというふうに言うんですね。この学力や知能に遺伝的な影響があるというのは、同じように教育を受けたとしてもどの領域でどの程度のレベルに行けるかどうかが各人の遺伝的な素養によってある程度規定されているということなんですね。簡単に言うなら、今の世の中ではスポーツでね、オリンピックに出場できるとか、世界的なコンクールでバイオリンを演奏できる、こういった能力とは違って、学力っていうのは教育さえちゃんと受けてちゃんと努力すれば平等に伸びていくんだっていう風に信じられていますが、そうではないということなんです。学校の成績が悪いのは本人の努力不足や親の収入が少なく塾に通わせることができなかったからということだけが原因ではないということなんですね。努力して工夫して勉強さえすれば誰でもいい大学に受かることができる、その能力だけは万人に平等に与えられているという信仰はね、今日捨て去りましょう。なぜならこの信仰っていうのが多くの人を苦しめてしまっているからなんですね。同じ時間勉強してもいい成績を取れる人と取れない人がいる。当たり前のことなのに、いい成績が取れなかった人は努力が足りないと言われてしまっている世の中なんです。よく、なぜね、数学や英語を使うわけでもないのに大企業っていうのは学歴で人を見るのかという問いがありますが、この問いに対して、学歴が高いっていうことはね、受験勉強頑張ることができたということで忍耐力があったり努力できるということの証明になるからだよというふうに答える人がいます。しかしね、それはね、全くの間違いなんです。学歴が高くなくても受験勉強を頑張り努力していたっていう人はいますし、受験勉強の才能がないということがイコール能力が低いということでもないんです。このことについて第3章で深掘りしていきたいと思います。第3章、かけっこの国。今の日本の社会では、いい大学に入るためには国数、英、理、社といった科目の知識が求められますが、これらの知識を効率よく身につけ適切に使うことができる人間がイコール知能の高い人間かといえば、それは分かんないですし、そういったことができる人間が国の政治をうまく考えることができるのか、また世界的な企業を作ることができるのか、環境問題を解決することができるのかといった話もまた別問題ですよね。本書ではかけっこの国という幽霊を使って今の社会を皮肉っぽく表現しています。あるところにかけっこ王国と呼ばれる小さな国がありました。
ちょっと変な名前ですが、それはこの国がかけっこによって成り立っているからの名前なんです。昔々大きな戦に巻き込まれたこの国は足の速い一人の勇者によって救われました。旧国の英雄はやがて王となり、彼の治めるこの国は長く繁栄することになったんです。めでたしめでたし。そういうわけでこの国では短距離走に強い人が立派な人、優秀な人と考えられるようになりました。年に1回18歳になった国中の男女が競技場に集まり、かけっこで勝負します。ルールは極めてシンプルです。用意ドンでスタートして100メートルを走り、そのタイムによって順位が決まります。かけっこが早い人ほどその後の進路を自由に選ぶことができるんです。なぜかけっこの能力だけでその後の進路が決まってしまうのか、そんなにいろんな仕事の能力を見極められると思われているのかを疑問に思った人が抗議すると、こんな反論が返ってきます。かけっこの能力はそれ以外のいろんな能力の目印になると考えられているからだ。かけっこ王国で高い社会的地位についている人は、かけっこが早い人っていうのは辛いトレーニングにも耐える精神力があるとか、用意ドンの合図に素早く反応できる人はどんな仕事を任せても安心できるなどと、かけっこを判定基準にすることの意義を強調します。なるほどね、そう言われたらそんな気がしてきますよね。一芸に秀でている人はきっと他のことでも人並み以上に優れているに違いありません、ということでこの話は終わるんですが、いかがでしょうか。今の学歴社会もこのかけっこの国も同じ問題を抱えていると思いませんか。学校の勉強ができることと社会に出て通用することっていうのはイコールではないですよね。さらに言うなら、高校までの勉強ができることと大学で優れた研究成果が出せること、これだってイコールではありません。しかし私たちは今と全然違う社会を生きていた昔の人が決めた国数 A、D、シャーのようなものを、その人の能力や賢さの基準として、それができる人は何やったって優秀な人なんだと思い込んでしまっているんです。例えば先ほどのかけっこの国の例で言うなら、足の速さというものは明らかに男女差がありますよね。かけっこの速さのみで進路を決定できるなら、女性っていうのは明らかに不利になってしまいます。この分かりやすい例であればそう言い切ることができるんですが、今の現代社会で考えるとそれは複雑になり、分かりにくくなってしまうんです。もしかしたら今の将来の進路の指針としているこの国数 A、D、シャーというものも男女差があるかもしれないからですね。例えば東京大学や医学部の男女比を皆さんはご存知でしょうか。大体ですが、男性対女性の比率が7対3から8対2になっているんです。これは男性の方が女性よりも優秀だとか、男性の方が医者に向いているということではなく、今の受験制度が男性に有利なように作られているだとか、男性の方が今の受験制度に向いているだけだという可能性もあるんです。かけっこで男性がいい成績を出しやすいのと同様に、今の受験制度では男性がいい成績を出しやすいという可能性があるんですね。もしかしたら本来の医者としての業務は女性の方が向いている可能性だってあるんです。それでも今の受験が将来の進路を決めるという制度がある以上、そこで高い点数を取ることができた人が将来の収入が高くなりやすい医者や東大という狭き門をくぐることができ、結果として男性の方が医者になる数や東大に入る数が多くなることにつながってしまっているんです。考えれば考えるほど受験というのはね、おかしな制度だなというふうに思ってしまいます。そしてそんなおかしな制度の中で戦って、有名大学に受からなかったからといって自分は劣った人間だと考え、一生棒に振ってしまう人もいます。しかしね、そうではないんだとここで強く言いたいと思います。所詮ね、受験なんてもんは過去の人が決めた一つの価値観、種目に過ぎないんです。そのルールの中で勝てなかった人も、別のルールであれば他を圧倒する才能を持っているかもしれないんです。絵が描けなかったなら歌を歌えばいい、歌が歌えなかったならサッカーをすればいい、そんな選択肢の一つが大学受験を含む学業、学力であり、勉強が得意な人はもちろんそこで戦えばいいんですが、それを重要視しすぎる必要はないんです。学歴社会は崩壊したと言われる昨今なんですが、これからもその傾向は強くなるのではないでしょうか。そもそものシステムに歪みが、歪みがあるんですから。ぜひこれから先の学歴という過去の基準がなくなった新しい社会を生きていく皆さんは、新しい自分自身の価値観を持って強く生きていただきたいというふうに思っています。ということで、本日もね、長らくご清聴ありがとうございました。また次の動画で会えることを楽しみにしております。ということで、さよなら。